普通の絵画でしたらね、そこにじっと止まって見るだけなんですが、着物は羽織っていただいて歩いていただけるんで、その姿が僕は魅力やと思って、ずっとこの仕事やってきました。やっぱり生活の中で、茶道であったり茶道であったりする中で、やっぱり着物を着ていただいて見ていただくっていうことが一番の、日常の生活の中に生きた着物っていうのが好きです。京都で、織られた生地で、京都で染めて、京都で仕立てて、京都というものを知っていただきたい。その中にぼかし染めであったり、糸目友禅であったり、いろんな技法があるんですが、やはり、伝統のことなんですが、この着物を通じて京都の職人さんなり、京都の町っていうものを世界の方々に知っていただきたいと思ってやっておりますね。斬新さやないでしょうかね。古典でありながら今の時代に通じる着物、それが京友禅というかね、京都の着物や思います。今回の作品は京の四神って申しまして、京都を守った四つの神がテーマなんですけれど、その中で自分なりにアレンジして、今の現代の感覚を少し入れております。虎であったり、蛇であったり、亀であったり、鳳凰であったり、竜であったりしてるんですが、そのままの表現ではちょっとこう、強すぎますんで、それを僕なりの中で消化して作品として発表させていただきます。